算数問題、意外と間違える食塩水の基本問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。水 100g に食塩 20g を溶かした時、この食塩水の濃度は何パーセントですか？では解説をします。20÷100=0.2 より 20% と知ってしまうケースが多いようです。食塩水の濃度は食塩割る食塩水 ×100 で求めます。食塩水イコール食塩足す水のことなので、本来は上のようになり、割り切れませんが1の位までの概数で答えると約 17% が正解となります。おまけ問題です。このように一辺の長さが4センチの正方形 ABCD で、 BF と DH の長さの和が3センチであるとき、四角形 EFGH の面積は何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。